海を訪れる者は一様に誰かの水着姿を見たいという欲望を抱いていると聞く。あなた様もそうなのだろうか。力強い皇帝、よほど大きな欲望であると心得た。では続けてもう一つ質問にお答えいただきたい。私めの水着姿であなた様の欲望はかきたてられているだろうか。最上級の褒め言葉、慎んで受け取らせていただく。あなた様のために長い時間をかけて選んだ甲斐があったと申し上げておく。特にこのつばひろの帽子とシースルーのラッシュガードとやら、日差し対策は念入りにと文献に記されていたため取り入れたが、浜辺に照りつける太陽、用意して正解だったと申し上げておく。あなた様は何か対策をしているだろうか。見れば肌が赤くなりかけているご様子。日焼け止めならばここに、後悔しないうちにぜひとも塗るべきであると調べ上げている。この店で提供している食物はここに記されているもので全てだろうか。当たらずとも遠からずと申し上げておく。実は先ほど近くで人の背丈をはるかに超える巨大なバナナを見かけた。この店で提供する食材だと推察したのだが、一体どのように調理されるのか興味がある。あれを一人で食べきれるのだろうか。未知の料理、一目拝見したいと心得る次第。ほう、食べ物でないとすれば一体。バナナボートという名の乗り物？なるほど、それはそれで興味深い。こちらに来る前に海水浴に関する文献はつぶさに調べ上げているが、私めもまだまだ勉強不足の様子。そうであれば知見を深めるべく、ぜひバナナボートを体験させていただきたい。なぜ砂の城を作るのだろうか。いかに労力を投じても潮が満ちれば刹那の間に無益するにもかかわらず、なるほど、結果ではなく過程を楽しむものであると。人の精神は私めにはまだまだ難解であれば、模倣してみることが第一歩と心得る。なるほど、お砂遊び用バケツ、このような道具があろうとは。内側に城壁のような模様が刻まれているため
砂を入れて逆さに返せば城の形ができると。同じ要領で監視塔や階段などを作れる小さな器具も付属しているのだな。これならば特別な技能を持たぬ者、例えば子供であっても短時間で次々に城を築ける者と心得た。砂の城作りに興じる真理への理解が深まったと申し上げておく。だが私めの心の内に新たな欲望が湧き起こるのを感じてもいる。より複雑で大きな城を作りたいという。私めの願い聞き入れてもらえるだろうか。